それではグランプリ受賞2点目は株式会社メディカルノート、おめでとうございます。株式会社メディカルノートの横尾と申します。今回はこのような大賞という素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思っております。弊社メディカルノートは、メディカルノートという会社名と同じサービスをこう、開発をしております。で、弊社としては医療に迷わない世界というものを作っていく、医師と患者をつなぐというビジョンのもと、創業当時から Ruby on Rails を用いて開発を行ってきました。引き続き Ruby を用いてサービスの価値を高めていくことで、人々の健康であったり医療に対して貢献できるようなプロダクトを開発していきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。まずはじめに弊社の会社について改めてご説明させていただきます。株式会社メディカルノートは、創業以来医師と患者をつなぐというビジョンを掲げております。で、今回受賞させていただいたメディカルノートについてご説明させていただきます。メディカルノートとは、医師と患者をつなぐというコンセプトをもとに、医療について課題であったり疑問を持つユーザー様が適切な医療情報を受けるために必要な情報を揃っているヘルスケアプラットフォームを指します。ウェブ上から医療課題に関して何か情報を得たいというときに弊社のサービスをご活用いただいています。で、実際に弊社メディカルノートの中にあるコンテンツラインナップです。さまざまなユーザーニーズに応えるようなコンテンツをメディア上に掲載させていただいております。こうした中でメディカルノート自体の強みに関してご説明させていただきます。まず第一に、日本最大級のトラフィックを持っているということです。ヘルスケアメディアとしては国内最大級であると自負しております。また2点目に、創業当時から一貫してコンテンツの信頼性であったり網羅性というものに関して日々社内で努力をしております。3点目に関しては、医療界とのリレーションというところで、こちらも創業当時から、医療業界との強いネットワークを保持しております。実際に弊社の強み、信頼性あるコンテンツをこう提供させていただいているというところで、いくつか事例がありますので次のスライドから紹介させていただきます。1点目は、Yahoo Japan 様との取り組みで、Yahoo 検索上で疾患情報であったり症状の情報であったりを検索していただくと、弊社の情報が Yahoo 検索上に掲載させていただいております。こうした取り組みによって、より健康に関心の強いユーザーに弊社の情報をリーチさせることができるような状態になっております。また Google 様との取り組みというところで、 Google クエスチョンハブというツールを活用させていただいて、よりユーザーが信頼できる、また必要としている医療情報へのアクセスを目指し、日々コンテンツの拡充を行っているところです。これらの取り組みというところも、創業当時から一貫して取り組んでいるコンテンツの信頼性というところが評価させていただいているところかなと思っております。では次に、メディカルノート自体の構成図に関してご説明させていただきます。このようにメディカルノートのバックエンドには Ruby on Rails、 複数の Ruby on Rails のアプリケーションが存在しております。で、これらは AWS 上に構築をされており、API 通信を行って、さまざまな情報を取得、表示するような仕組みとなっております。で、弊社のシステム内で Ruby が使われているところに関してです。まずはマイクロサービス上の各 API サービスに関しては、Ruby on Rails を活用することで、生産性の高い、また保守性も高いアプリケーションを開発をしております。また Ruby の特徴である簡潔さであったり外部ライブラリが豊富な点を使って、サービス自体ではなく開発体験を向上させるような、例えばデプロイのツールであったりシャットをするツールだったりというところも Ruby を活用させていただいております。メディカルノートのこれからというところで、弊社はこれまで医療情報をお伝えしているというところでサービスを開発してきましたが、今後今まさにこうコロナ禍であったりとか医療に関して課題を持っているというところは、患者様ではなくだけではなく医療機関様が
にも課題化を感じているかと思います。そうした中で弊社としましてはより最適な医療を見つけることができるという患者さんへのサービスを提供するとともに医療機関様側に対しても適切な医療を提供することができるといった世界を作っていこうかなと思っております。以上になります。本日はありがとうございました。弊社のサービスの中で Ruby を採用している理由としては、Ruby の柔軟性であったり、保守のしやすさという観点から、また生産性も高いというところで、各種 API の開発に際して Ruby を採用させていただいております。 Ruby 自体が、他社のサードパーティーであったりの、接続をするためのライブラリー等も豊富であるため、サービスだけではなく、自社の開発環境の向上というところで新たな仕組みを実装する際にも、早いスピードであったり高い柔軟性を持って、実現することができています。今後の、弊社の展望といたしましては、まさにこういった現在コロナ禍でこう医療体制が逼迫しているということも課題として感じています。弊社としてのサービスとしてこれまでは医療に課題を持ち続ける患者様であったりユーザー様に対してサービスを提供していましたが、一方で医療機関の負担を下げるというところにもデジタルの力を使って、プロダクトの開発をしていきたいと思います。そういった中で、Ruby を使って、高い生産性の中で、早いサイクルでプロダクトをリリースすることで、医療機関様からのフィードバックを受けて、より良いプロダクトを開発していければなと思っております。